テカムセの創造図、テカムセ、またはテカムシは、アメリカインディアンの小児族の戦士、または、州長で白人への植民地抵抗運動の中心人物。雄弁な軍事指導者であり、オハイオ渓谷への白人侵入に抵抗し、インディアン諸民族の大同盟を唱えた。名前のアメリカでの発音表記は、TKMS、で、これは、小児族の言葉で、流れ星、または、 天空を横切る表、待ち伏せしている表を意味する。1768年頃に、オハイオ州中部のマット川沿いのオールドピカの町で生まれた。弟のテンスクワタワと共に、西部のインディアン部族の連合に尽力し、白人と戦った。テカムセの参加した戦いは和詞国から、テカムセの戦争王と呼ばれている。以下は、家系図。テカムセの生まれた時代。 拡大する一方の白人入植者は小児族の領土であった。東部地方にも押し寄せ、合衆国はインディアンの領土を力づくで購入し始めた。白人たちは布や銃など物品と引き換えにインディアンたちの土地を買い、自分たちの所有物にしたつもりだった。対するインディアンの社会のルールでは土地は誰のものでもなかった。大いなる神秘のもとすべてが平等であり、 和平の誓いを立てれば、恵みをもたらす大地は異部族間でも共有することができた。土地を巡る戦いはインディアン間でもあったが、聖なるパイプを回し飲みして、和平を誓えばどんな異世も収めることができた。インディアンの考えからすれば、白人が贈り物を持ってきて、ここに住まわせてくれと言ってきたのであれば、互いに聖なるパイプを回し飲みして、大いなる神秘に、 これを了承してもらい、インディアンも白人も助け合ってその土地で暮らせばよいのである。実際にインディアンたちはそのつもりだった。土地は誰のものでもないし、それはこの世の中すべてのものに当てはまる基本条件だった。ところが白人たちはしばらくするとインディアンたちに彼らの土地から出て行けと命令し始めた。すべては大いなる神秘のもとに平等であると考える。 インディアンたちにとって命令されるということは考えられなかった。人間も動物も自然も全てが共有文化のもとにあり、誰かの所有物ではないからである。白人たちは土地を正当に購入したつもりなので、インディアンたちが意義を唱え始めると、武力でもってこれを排除し始めた。白人の要求はただ土地の高級的占有だった。 すべてを共有するという文化に立脚するインディアンたちにとってこれはどうしても理解できず納得できないものだった。土地が白人のものになったということを理解できないインディアンたちに対し入植者たちは白人のものとなった土地にいつまでも残っている彼らを殺し始めた。さらに合衆国は入植地拡張のために陸軍を送って虐殺を援助した。聖なる パイプに誓った和平を破られたインディアンの戦士たちは侵略者たちに戦いを挑んだ。オハイオ周辺のインディアン部族は小児族と連合するなどして戦ったが、合衆国軍の圧倒的な火力の前に次々に破れ去り弱体化して領土を奪われていった。1811年、テカムセは小児族の若き戦士として合衆国に戦いを挑んだ。白人たちは テカムセを小児族の戦闘司令官だと勘違いしたので、テカムセの関わった一連の植民地戦争に、テカムセの戦いという名をつけたのである。テカムセたちが最初に合衆国に挑んだ戦いは、ティッピカヌーの戦いと呼ばれている。この小児族の抵抗戦は、ウィリアム・ハリソン率いる合衆国政府軍に敗れ、テカムセたちは当時イギリスの植民地だったカナダに逃れた。 小人族連合はカナダでイギリス軍と同盟した。このことが合衆国軍を刺激し、1812年には英米はインディアンの領土を奪い合う代理戦争、米英戦争を始めた。その一人、アイザック・ブロックはカナダの開拓者たちよりもイギリス軍正規兵やテカムセのインディアン戦士と共に戦う方を好んだ。ブロックがテカムセや他のインディアン同盟軍に見せた。 態度は注目に値する。テカムセの支援を得るために、ブロックは小児族に対して多くの約束をした。独立した母国を施行する小児族への相談なしでは停戦の交渉を行わないと約束した。テカムセの支援が必要だったブロックにとってこれは疑いもない条件であったが、ブロックが裏切って交渉したという証拠もない。また、テカムセは、 ブロックを信頼し尊敬しており、初めての会合の後で、これが男だと言ったと伝えられている。ブロックの交わした文章を見れば、ブロックがインディアンを、父親のような、へりくだりで見ていたことがわかるが、テカムセ自身を非常に高く評価していた。ブロックは、テカムセを、インディアンのウェリントン校と呼び、テカムセより賢命で勇敢な選手はいないと信じると、言った。 インディアンたちにもそれなりの尊敬の念で接した。ブロックの個人的な高潔さは文書にも表されており、ブロックが生きておれば、インディアンの故郷について、小人族に約束したことを守ったであろうことがわかる。結果ムセは、ブロックへ派手なスカーフを送ってもいる。ブロックが1812年10月13日のクイーンストンハイツの戦いで戦死した後に行われた10月16日の 早々にはインディアンたちが道に両側に並んだ。テッカムセたちは、イギリス軍と共に、デトロイトを攻略するなど戦果を挙げた。しかし、オリバー・ハザード・ペリー率いる、合衆国軍が、エリー子の戦いで勝利すると、イギリス側は補給戦を断たれ、苦戦を余儀なくされた。さらに、イギリス軍の司令官が戦死し、テカムセたちに協力的でないヘンリー・プロクターが、公認となったため、 テカムセたちはイギリスの後ろ盾を失い苦しい戦いを余儀なくされた。ワシントン連邦議事堂内にある隊長装飾の一つ、テカムセの死1813年、小児族と連合部族、イギリス軍はテムズの戦いで合衆国軍に敗れた。その後まもなく、テカムセはリチャード・メンター・ジョンソンに殺され、その死によってテカムセの戦争と白人が呼ぶ。 インディアン戦争は終わった。文字を持たず、交渉文化を重んじるインディアンとして、テカムセもまた優れた弁舌者だった。テカムセは、部族を超えて、インディアン同胞に語りかけ、彼の言葉はインディアンたちを放棄させたのである。1806年、テカムセは、小児族の土地への白人入植者の侵入に抗議して、以下のように宣言した。白人たちによる侵略という、 この悪を阻止する唯一無二の方法は、インディアンが一致団結して土地に対する共通の、しかも平等な権利を主張することしかない。土地というものは、かつて分割されたことなどなかったのだ。それは我々インディアンたち全員のものだ。いかなるインディアン部族も、それがたとえ同じ部族同士であっても、土地を売り渡す権利など誰も持っていない。 ましてや、よそから入り込んできた白人などに売る権利などは断じてないのだ。1811年には、彼は、ティピカヌーの戦いを前に、同胞たちに、以下のように呼びかけた。今、ピコート族は、どこにいるのかナラガンセット族も、モヒカン族も、ポカノケット族も、他にも、大勢いた我らが、同胞の強力な部族は、どこへ行ってしまったのか 彼らは白人の強欲と圧迫の前に、あたかも夏の日差しの前の雪のように消え失せてしまった。我々は、それが自分たちの番になった今、戦うこともせずに滅びていくべきなのか。大精霊が我々にお与えくださった地、土地、先祖の眠る墓、そして全ての我々にとって愛しくも神聖なもの、全てを諦めてしまうべきなのか。私は、 あなた方が私にこう叫ぶだろうことを知っている。いいや、決してそんなことはない。と、ありがとうございます。